ございます。久しぶりにカフェオレンジに来まして、今回頼みましたのが、それこちら、ただ、ディズニー夏祭りのスペシャルセット、最良パブのガールズの人たちのをテーマにしたスペシャルメニューですね。ミニさん超かわいいです。で、中身がこれちょっと冷たいのが何かっつうと、赤い冷製何やったっけ、冷製クレープやね。それは分かってて、かということで、チキン&ラタトゥーユの冷製クレープ、カレー風味、チキンとラタトゥーユが入って、それが冷たくてカレーの味がしてるって、なんかすげえ不思議な感じですね。じゃあ、お、野菜が見えてます。じゃあいただきます。やばい、これ美味しい。あ、これめっちゃ美味しいかも。やばい、マジうまい、これマジ、これマジうまい、これラタトゥーユ、カレーやからか、カレー最強やな。やばい、これもう一個食べたい。あー、やばい、もう一個食べたい、よかった。めっちゃ美味しい、カレーとラタトゥーユ。ラタトゥーユってこんなんやったっけ、こんな黄色かったっけ。ないか、暑い日でも冷たいから速攻で食べれる、これめっちゃ美味しい。やばい、どうしよう、やばい、これほんま美味しい。やばいしか言うてない。じゃあ最後一口いただきます。で、冷製クレープだけじゃ足らんかなと思って、このケイジャンシュリンプクレープっていうのも買ってきましたが、これケイジャンって何。おわ、スズメ来た、やばい。ケイジャンって何。辛そう、めっちゃ辛そう。シュリンプやからエビやな。じゃあいただきます。っていうかこれも冷たい、この夏の間クレープって全部冷たいのかな。やっぱりキュウリとエビ、なんかでもジャリジャリ言ってるのなんやろ。でもカレーの方が美味しかった。よいしょ、はい、最後の一口いっていきます。そして最後デザートに、こちら、ソルティーフローズンデザート ドリンク、ヨーグルトスムージー&、これ何、クエッチって何、ちょっと帰ってから調べる。でこちら、よいしょ、ちょっとどいて、よく混ぜてお飲みくださいって言われたんで、よく混ぜます。なんかそこに溜まってるの、クエッチって何、クエッチ、そもそも何語かも想像つかない。でもなんか俺ヨーグルトやな、混ざるんか、果たして。ちょっと、まあ適当にこんなところでいいかな。全然ピッと当てなかった。はい、じゃあいただきます。さっぱりしてる。なんかこれの そこよく混ぜてくださいっていう、これゼリーやな、ゼリーっぽいのが入ってるから、それがこう砕かれてこうつぶつぶじゃないけど砕かれちゃってるの。なるほど、甘いな。まあ暑い時にはぴったりかね。でもソリティっていうか塩が入ってるんやろな。塩入っとるか、あんまり塩っぽくないよな、塩。
して暑すぎて味覚が麻痺してるのかも。まあそもそも味覚、味覚そんなに鋭くないけど。塩な。まあ世界だから水分で塩分補給はされてる気がする。ほとんど一気飲みやな。そんだけ喉乾いてた。というわけで、西行下部のカーまで来ましたんで、次回は部、いよいよ最終局面に参ります。はい、ということで、現場からお伝えてね。はい、バイバイ、おやすみ。